モントルイユは、フランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。モントルイユシュルメールとも呼ばれる。モントルイユの町は、干渉川を見下ろす突端の上にある。地理的に特徴ある位置である。町は、エクイールダニとラ・マドレーヌダニによって隣接する大地から切り離されている。自然による、この位置は、必然的に防衛上の役割を与えることになっている。 海から1 0トル以上内陸に位置するが、モントルイユは長い間主要海港であり続けてきた。海港から航行するボートは、もはや漁船やカヤックの水先案内を可能にしているだけである。遊具カペが在位中であった987年。1792年に描かれた、モントルイユ・モントルイユについて、最初に触れられたのは、898年に記された、聖。 ベルタント、セーバーストの資料においてである。要塞化された町は、プティモナステールの名をすでに持っていた。913年より、幾年か後、バイキングによって、修道院を破壊されたランデベネックの修道士たちが、モントルイユに避難してきたことが知られている。10世紀のモントルイユ博、エルゴはすでに伯爵城を所有していたようである。 多くの中世の建物の上で起きた戦争は6世紀。軍の町としての経歴の始まりはこの時期にあった。980年、モントルイユはフランス王領となった。1188年、フィリップ2世がモントルイユに検証を与えた。13世紀初頭、フィリップ2世は海側からの攻撃に備え強力な城を建設した。現在も一部が残る。 多くの生物を持つモントルイユは、いとも経験なる町であり、多くの巡礼者が訪れた。モントルイユは、シーツの輸出で知られ、イタリアやフランドル、アルトワと名声を競った。中世後期、監守側が次第に退席するにつれ町は、衰退していった。海上貿易は衰退し、モントルイユの存在感は薄れた。1537年、聖ローマ皇帝カール5世と、 イングランド王ヘンリー・パッセイの軍勢がモントルイユを包囲した。降伏を余儀なくされたモントルイユは広範囲に破壊された。1596年、町は国死病の流行にあっている。1567年、フランス王シャロル9世は13世紀の古城があった位置に要塞を建設するよう命じた。 1670年より、ボーバンと彼の後継者たちが事業を完成させ、シタデルを刷新、火薬庫と武器庫が加えられた。18世紀、干渉側の堆積と港の衰退にもかかわらず、町の繁栄は多くの邸宅を要するほどであった。フランス革命後の1793年から1795年、町はモンターュシュルメールと改名させられていた。 1803年に、ブローニュ基地の一部がモントルイユに設置された。原水スールとミシェルネーは、この基地に本営を置いた。19世紀に進められた街の発展の模索は、街を取り巻く低い壁の破壊につながり、1878年8月5日、アラスエタプル間をつなぐ、鉄道路線がモントルイユを通過できるようになった。第一次世界大戦中、 イギリス陸軍の将軍ダグラス・ヘーグはモントルイユに司令部を置いていた。ビクトル・ユーゴ作、レ・ミゼラブルの前半において、モントルイユは舞台の一つとなっている。ソースイコールベース・カシニー・デ・エル、イヘス・ポア・レ・ノンブ・レイス・リ・テニズ・ジャスク1962、レ・シュマン・デ・ファー・アッチ・コート、ハット・レ・シュマン・デ・ファージ・ノール、パリ、ed リマゲ、 1979デビレジェスデカシニーオコミューンズディウジャードヌイ。Ui, 2010年8月26日閲覧。エベルーシオン・イストラクチャーデラ・ポピレーション。2010年8月26日閲覧。リーセンスメントデラ・ポピレーション AU1ER ジャンビエ2006。ER、200 6, 2010年8月26日閲覧。ありがとうございます。